ありますね、はい、ああ常、ああもうそれ俺なりました。学祭マジックっていうのは男女との仲が良くなるっていう学祭を通してっていうことなんですよ。学祭をきっかけにラブが生まれることですよね。もう完璧マジックなんですけど、気になる子いるなって思ってて、夜の警備入ってそこで肝試し行きのドキドキしの、もうそこから付き合いました。学祭によるテンションの影響で男女2人が交際を始めるという。あまり授業もみんな一緒ではない。学祭で例えば深夜版で長いことみんなで行ったりとかすると、あ、いいかもって思う。非日常じゃないですか。だからそこでちょっとなんか違う気分でドキドキとかしちゃうんじゃないですか。やっぱなんだろうな、あ、みんな愛を欲しますからね。なんか気持ちが高まっちゃって抑制してたものが取れちゃって理性とかなくなっちゃうからかなって思います。島尻くんです。話によると、まあ、2、3ヶ月限度じゃないですか。はい、早いですよね。ちょっとやっぱり無理がありますよね。長くは続かないと、うん、多くの場合は短期間だと思いますけど、稀に長く続くことがあると思います。1年生の時に私たちの友達で学祭で同じ委員になった2人が付き合って、今もう3年ぐらい付き合ってるカップルはいます。今2年続いてます。ずっと手品してます。テンションだけで付き合っちゃって、後から冷めちゃって、まっすぐ別れるっていうパターンが多いのかなっていう印象です。勘違いで起こったことだから、すべてピークが続きちゃう、ね、熱しやすく冷めやすいみたいな。いや、もうそれはあくまでも強制的にくっついた仲なので、いずれ自分たちどんな感じかっていうのが分かってくるからじゃないでしょうかね、島尻くん。それは逆に知りたいですね。そうですね。学祭をいっぱい作る、耐え忍ぶ、この2点じゃないでしょうかね、島尻くん。いつまでも気持ちを高めるのは無理だけど、高い位置でこんなんじゃなくていいから、これくらいの位置で温かく育んでいけば持つと思います。